我靠呀！哎，太多人了呗。我干干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 ！啊，你怎么不死？我说你还不死？干，你这会死吗？等一下，这家伙根本不会死啊！我怎么觉得这家伙根本不会死啊？血有点少哎、欸。等级有没有做坏？我不知道哎、欸。这样一个一个学就对了。啊！我自己为什么要生？可恶！好复杂哦，这游戏。我以为只是普通的无双，干我怎么打不死那家伙？我就是太贵了不？我看到，我应该有自己可以。一，德景龙之旗，蓝血之枪，手指虎，它每一个都不一样哎、欸。本来是哦，这个应该不用，换一个好了。好神奇的东西哦！神奇的东西哦，GP 增加30。打怪就有经验值，要祭祀常用魂升级，打怪则让死魔升级。
哦，因为750太强了，所以没有办法那个。这个是让它血多一点。好哦，保存个。那我第一次一个觉得这游戏也太容易死了吧，而且刚刚那个为什么我打不掉啊？我觉得我应该要把它打死才对啊。那你为什么打不死呢？我打不死他、啊。九个。那一开始打这个更没有用吧？油断したよ。行く。我が剣だ。はっ。行く。天さん飛べ。切り裂く。一戦。はっ。はっ。天さん落ちろ。はっ。天さん落ちろ。あ、奇怪、为什么刚刚那只就死掉？还他这个是叫我之后再去打。刚刚已经砍他很多次啦、啊，他为什么会死？我死了。觉得太奇怪了。我起，啊，吃够！我刚刚一直放大，他怎么可能不死啊？我说打草会有东西跑出来。我被打飞了。好，我这次不去那里，我直接来这。来，直接来救我的基友吧。啊，活祭品。ユリです。啊，那小。哪位？もちろん、ユリです。返してもらう。你想通吃，恶心！把我老婆拿来当……
去拿。啊，怎么要死啦？啊，你好弱啊！干嘛？哦，风好大啊！被吹走啦！哎，你怎么倒了？啊，不是要赢了？大姐，起来啊！那你？呀，这好像飞跃传奇的飞跃传奇的镇静食堂哦。过的，过过。我想问啊，主人公也太烂了吧！我こそは夜の君、暗き夜とあまねく妖魔を滑るも。哦，是哦。あんた、冗談だろ。夜の君は大昔に聖女が倒したはずだ。冗談かどうか。我们就要试试看，试试。さあ、その剣を取れ。邪妖狩りを生業とするお前の力。所以那只黑猫是叶子君喽。見せてみよ。人家叫你拿你就拿，你不觉得这把剑怪怪的吗？我不知道哎。その紫の血、そうか。そうか。お前はすでに我の血に触れたのだな。人の赤と妖魔の青の混ざり。是这样哦，我不知道哎。お前は半妖か。だから半妖だろう。我是纯夜叉。私は私だ。なるほど、口だけではないよ。What？ よかろう。他要救我的基友啊！誰が相手だ？屁啦！知道这么强，明明在之前就被轰掉了。あの時を思い出す。聖女もこうして摇了一下好是怎么样？我が血は雨となり、地に降り注ぎ、あまたの邪妖とお前のような半妖を生んだ。搞不好你说他女的，搞不好只是长发的男生。覚えておくがいい、半妖の少女。この世のいずこも夜の訪れを拒むこと。你有点太黑啦。不管太亮还太黑，看起来都不太舒服啊。眠りを免れることはできない。たとえいつになろうとも、どのような姿になろうとも。啊，怎么了？我怎么不见了？变身动画能不能不要这么敷衍？決して消えることはない。啊，我觉得好像海方族眼睛哦。大姐，快起来啊！你要变晚餐啦！你要什么？苍血华龙。就在刚刚那一刻，我觉醒了，莫名其妙拿到一把刀，我要拔刀了。睡了一觉，
对了一下，我怎么就变强啦、啊？我瞬间变成伊佛利德的感觉。我又变回来了，他死去了。开放无双觉醒，到处度上升，攻击力也上升了，没有错啦。阿温莫嘞。睡得很爽哦。気がついた。等下，你胸部怎么脏脏的？哎，不要！干什么干什么？我快死啦！我怎么跟他同步了？还以为会死掉，差点被你胸部压死。那个女主角比较行啊，那个我的好基友那个胸部有点太大了。リュリティスこそ無事でよかった。もう夜も深まってきたし、急いで。夜已经很深了，我们回旅馆去吧。深座。一度行ったんだけど、スイートルームだったんだ。我已经先去过了，是套房呢，一定能好好休息。哎，怎么电话又响？哪里都有电话，有事吗？またか。何かしら。私が出てみるわ。你怎么？我觉得接电话好像很稀松平常啊。この時、私はまだ知らなかった。不知道什么。この時、私が出ていればと、ずっと後悔し続けることになること。中间有缓，我觉得就是那个缓冲装置要杀了我吧。リュリティスを止める最後のチャンスだったということ。啊？什么？讲话听不到，东西掉在地上。嗯，恭维啊，リュリティス，大丈夫？差点被当做晚餐了，你觉得我能？我能没事吗？この電話の後から明らかに様子がおかしい。一体何を言われたんだ？何でもないわ。何もないわけないだろう。一体何が？本当に何もないの。你又这样了，你的手。大事な友達が苦しそうにしてるのに、放ってなんか置けないよ。我今天驼背啦。还好不？可能是前他们那个胸部太大了，大家都驼背了。感同身受有没有？アーナスは聖女って知ってる？うん。その昔。我知道，我知道，那是一所学校。夜の君を倒した人だよね。ええ。ねね国度。そしてそれ以後、十年おきにとこしえの夜を封印し続けるためにその末裔。司祭の中から聖女が選ばれてるの。ルリーです。まさか。ええ。私選ばれちゃったみたい。そんな、なんで？私の力は
初代聖女に匹敵するかもしれないんですって。もしかしたら夜を永久に封じることができるかもしれないそうよ。有种 NTR 结局的感觉。そんな君が教皇庁からは明日中に引き受けるかどうか連絡するように言われているわ。だったらすぐに断るんだ。あいつらに従ったら何をやらされるか分かったもんじゃない。いいえ、no. 私引き受けるわ。リュウリュウ、なんで。この時候又变私リュウリュウ、この世界を守りたいの。そのために不是献给叶子君吧。それならごめんなさい、アーネス。これからは本格的に守ってもらう必要があるみたい。その時が来るまでよろしくね。リュウリュウ、詳しくはまた追って連絡が入ると思うわ。你也想今天那通电话当圣女是怎么一回事。さあもうすぐ夜が明けるわ。その前に浄化しちゃいましょう。リュウリーテスは聖女になる。世界を救うために。だけど私は世界とリュウリーテス、どっちを選べばいいんだ。当然老婆啊。圣女番茄是什么啊。親愛なる我がシスターへ。我がシスター新たな指令をお前に伝える。聖なる地、青き祭壇を探し出し、聖女リュリーティスを生贄として捧げ、看活祭品啊。念のため忠告しておくが、聖女を救おうなどとは決して思うな。Fuck you。 今もなお夜の君の封印は解けつつある。その証拠にほどなくお前の頭上にあるもう一つの月、ミラダが満ちるだろう。ミラダが満月を迎えるとき、それは世界が就不要醒来啊，我也喜欢睡觉啊，怎样。そうなれば人々は二度と目覚めぬだろう。世界を救うためには青き祭壇に聖女を生贄として捧げ、夜を再び封じるほかにない。世界と一人の少女の命、いくらお前でもどちらが大事かは分からない。不行啦，我没有他，我就要当鲁蛇了。お前が賢い決断をすることを祈っているぞ。妹思いのブラザーより。不打杂。叶之君每十年就有一个新妹子。Fuck， 把人当活祭品，行的吗？你以为你是什么？你以为你是什么啊？是灵，还是那个啊？おはようございます、アーネス様。你怎样？オーネス様？サイモンさんに頼んで働かせてもらってるの。聖女様に働いていただくのは気が引けるのですが、どうしてもと頼まれまして。だっていつ聖女のお仕事が来るかわからないんですもの。ぼーっと待ってるのもつまらないじゃない。图像小说已解锁身处地狱。最后坦克章节四个剧情完成度全都达到110，下一个章节才开始。好哦。放性强化之血，
当成为原有能力更变为增强对区域攻击及异常状态的抗性。我的物品栏会满吗？お嬢様に、去るお方からでございます。活動資金として必要な額を書き込むようにと。そういうのは。干，你为什么不收？哇，至少收个一亿呀！まだもったいない。リュリーティスだって働くんだろ？それはそうだけど、もらえるものは。是我就拿了。いや、生活費は自分で稼ぐ。強情なんだから。でもそれなら支配人さんに相談してみたら、私がホテルで働かせてもらえたみたいに、何か仕事があるかもしれないわ。確かに。支配人、何かない？それでしたら、我就知道。转换心情。不只有讨伐类，也有地点类等各式各样的种类。啊！日本游戏太神了，胸部比脸大，台湾都看不到这种奇景，好羡慕。わかった。頑張らせてもらうよ。头上怎么？关于旅馆工作，洗衣服的水冷像冰一样，要点灯时也是火突然熊熊烧起来吓我一跳。虽然在当上司祭时就已经学过妖魔是火水自然之力，拥有了自我意识后觉醒的产物，自然之力会这么强，是因为封印着夜之君的缘故吗？购物备忘。制作护手霜的材料，别忘了艾草。どちらになぞ、お呼びで。調查范围城外。それで。あろ。我们竟然还能一起生活，简直就像做梦一样。我好高哦。高他半颗头吧，我们都穿高跟鞋，好高哦。杯子蛋糕是怎样？我在家吗？吃啊，我要吃啊！城外要去哪里？这里，喂，都长在胸部，我本来就会打哈欠啊，我很容易打哈欠。城外要去哪里啊？弹钢琴，干，不能弹。还是我们亚纳斯不会弹钢琴。好不？城外哪里？我先来打这里好了。那我要怎么升级啊？不是有那个什么进化所，对啊，祭祀所吗？再去那边看看啊！怎么我们只要被打到呢？打理他！Hit!
Let's go. I may not have failed. Doinch.都城外到底在哪里？小喽啰，然后坏女人讲。这会爆头，是这一局。东西吗？我觉得突然变那么近。好强的嘛，我觉得我一等就很强啦。枸杞，还有一个没捡，有种不好的预感。出来！哎，是什么东西？这个吧？这干我怎么挂了？我怎么又挂了？干，真的假的啊？妈的！这游戏怎么那么容易死人啊？是因为他六级吗？太容易死了吧，因为穿太多防御力太低，靠北最好是。没有敌人要来割割草吗？那你知道割草游戏哦。他六级打我太痛了吧。哎呀，好，你看我要小心那六级的攻击，我被轰一下就死了、欸、看来要让人家去打仙魔。莫名其妙就死，我连伤害都还没看到就死。他一个帮我打完。我突然觉得这比人王还更容易落命。
他的那个他数字一跳，根本也不知道到底在这数字是谁。有种不好的预感。打我一下，三级打我一下，四级，变痛。靠他们就打完了。来啦！靠腰。啊，他怎么就死了？问他，啊，现在就没了。啊？啊？啊？这样？就这样？啊，刚刚不是很丢？没东西了。请问他要掉什么吗？那为什么我刚刚打不死？搞屁哦！哎呀，好像打一次啊。要去哪里呀？去哪？失去。我可以无限刷王就对了，可是我完全不知道这王能干嘛。好哦。And then？好哦。レベルアップ。攻击范围变大，好哦。Hello。都玩都可以玩。
我说那个城外到底是哦。哪个好呢？哦，这是我的爱巢是吧？可是我说那个城外到底是……哎，我叫什么？按错了。太多有的没的了吧？我的持有数最多只能250就对了。OK。对啊，所以我说那个城外到底是……我叫什么？又按错了，不好意思啊。どちらにお呼び？到达特定地图，所以我应该是沿着运河。それ。哦，所以我应该是要去那个吧，中央喷水池那边吧。上角。奇怪的。我的重魔太强了吧。往哪边走啊？他没有给我地图啊，不好意思啊，按错了。感觉是被封印住啦、啊，这应该不能过吧？啊，不好意思，我按错了。我要沿着哪里回去啊？我现在才发现那个妹妹是戴着兔子帽、欸。我觉得这游戏比人王还难懂，怎么会这样呢？暗象。神奇的游戏，请让我升级呀、啊！我不想要一直都是一等啊！给我充满木灵的庙。究竟是哪里？哦，城外到了，已完成委托。为什么要问我几公分呢？
突击功不是很重要吗？请问这个行动要怎么结束呢？再跑回去吗？而且这里的颜色也太奇怪了吧，好不舒服。那些走过去再走过来，然后再打打怪。奇怪，为什么又不能到那边？还是这也是任务的一环，再从那边打回来这样。好像还重生了呢。他怎么打那么快？看来本身比较弱，空摸比较强。我的空摸还会瞬间移动。怪莫名其妙就挂了，挺好的。真的是无双类游戏，回家咯。初次委托，好哦。お嬢様、お帰りなさいませ。今宵の狩りはいかがでした？いつもの調子さ。勝っても勝ってもキリがないね。一直升。狩りにもだいぶ慣れたご様子ですね。よろしければ、少々私にお付き合いいただけませんか？いいよ。では、こちらへ。去哪？地下に降りるの初めてだな。ワイナリーでもあるのかな？你想对我做什么？宝物庫？それとも秘密の抜け道？ついてからのお楽しみでございます。おっと、結構動いてるね、これ。50回を過ぎたようですね。いつもここらで寝るんですよ。50回？今50回って言った？当ホテルは普通のホテルではございません。それゆえ、聖女様やエージェントの受け入れ先に指定されているのです。そうだった、教皇庁の指定ホテルだものね。何があってもおかしくないや。我是觉得都很奇怪哦。这个旅馆本身就很奇怪。さ、どうぞ。啊。什么地下竞技场的概念啊？これはホテルエンデ地下99階イニシエの闘技場にございます。代々のエージェントが魅了し従えてきたセルバンたちが登録されています。中にはもう主が戻らぬセルバンもいるのですが、人間の寿命が分からないのでしょう。ここで帰りを待ち続けている者もいます。お嬢様に時々相手をしていただければ、この者たちの寂しさも紛れることでしょう。做他们的对手。
私の他にもセルバンを従えていた先輩エージェントがいたんだね。分かったよ、時々様子を見に来る。ありがとうございます。斗技场已经解锁。而在斗技场的战斗中所出现的 blood 与新物等将会回收，还请注意。我在里面拿到的东西都是假的吗？肚子饿了。闘技場へようこそ。等一下，大姐，你为什么在这啊？而且这里太大了吧？一个圣女在这里打扫，你跟我开玩笑？それでは。歼灭所有敌人。フリーや。New Rakers。好迅速哦。初次斗过，通过斗技场。同谋之力，百人斩。如何变身？それ。使用虫魔击败所有敌人。それでは。我竟然只拿到两颗星。少了一秒，好像少了两秒，但还是没有啊，十秒内吗？难道是要十秒内？好哦，再来一次。快点啊！阿弟，算了。それでは。外表帅就好，真的。反正镜面盘就不能乱用，因为它把怪打散。
感觉有两颗星，在一段时间内算有攻击哦。只能这样。所以。又被打到，要玩什么啊？雷电吗？我在玩什么 W 游戏啊？干，没看到啊！我应该打不死他了，我可以耶。你几颗星呢？我被打到了超多下来。两颗星哦，还是一颗星？我觉得我被打到超多下的，真的只有一颗星。呼呼，该打很快吧？所以，来，吸っていいぞ。来なさい、血をすする。这根本就是新手教学的一环啊！坦克体会出现普通攻击几乎无效的目标，请找出适当方法攻击。それで。防御超高嘛！クリア。一颗星，好哦。それと。快速变身。